東方大学医療センター大森病院は東京都大田区大森西六丁目11番地1号に位置する医療機関である。学校法人東方大学が運営する病院である。特定機能病院の承認を受けている。略称は東方医王または東方医大病院。1925年帝国女子医学専門学校が創立される。 帝国女子医学専門学校付属病院として開院される。初代病院長は、ぬかた進む。1945年太平洋戦争による空襲により、付属病院が消失する。1947年、帝国女子医学専門学校が東方医科大学に改称される。帝国女子医学専門学校付属病院が開院されるが、短期間で廃止される。 新たに、東方医科大学附属病院が開院される。1952年戦後の学生改革により、東方医科大学が、新生大学の東方大学医学部として開学する。東方医科大学附属病院が、東方大学大森病院に改称される。1971年、東方大学大森病院が、東方大学医学部附属大森病院に、改称される。 2005年、東邦大学医学部付属大森病院が、現在の東邦大学医療センター、大森病院に改称される。東京国際空港、第2ターミナル内にて、東邦大学、羽田空港クリニックが、第3ターミナル内にて、東邦大学羽田空港第3ターミナルクリニックが、運営されている。ありがとうございます。